はい、それでは鎌教室、新設大和の文、総集編中でございます。一応今月をもちまして、一旦、終了と相なります。それでは、前回は、神武天皇の、崩御まで、神代からですね、神武天皇の崩御まで、やりました。もうすでに、大和国、通説の邪馬台国ですね、もう大和国誕生しましたよというところまで行きました。さあそれで今日はですね、いよいよあの卑弥呼さんと神宮皇后のところまで入ってまいります。でこれも途中で出しましたけど、「危機から解く義士は神殿」ということで、今書いてる本にも、まだ原稿は出来上がらんとですが、この前が神武天皇記でしたね。これが大和国、和国の初代大王ですよ。でこの時に実はもう第一次火の国対豊国という、そういう、戦争の中で、神武天皇が天下を統一したんだという話を、してまいりました。それで2番の崇神天皇記、ここのところで卑弥呼が出てまいりますね。でこの卑弥呼と前代の大王ということですね。ここに関係してくるのは今度はまた津村荒人の活躍なんですね。この津村荒人の伝承は日本書紀には非常に詳しく書いてあるわけです。これが非常に卑弥呼さんと密接につながっている人物だということが、これまた筑豊の現地の伝承で分かっております。で水仁天皇記はどちらかといえば卑弥呼の死の直後の大王ということで、卑弥呼の殉葬墓に対して、埴輪を作られたという天皇さんでございますね。さあそしていよいよまた4の慶光天皇記、今日これも出てまいります。卑弥呼とこれ国国の王ですね、卑弥呼と大和武尊皇子の死闘という、これもこの講座でやってまいりました。これ私第2次火の国対豊国という、こういう争いがあったんじゃないかということを、もう日本の中でただ一人言い続けとるわけです。そしていよいよ5、中愛記、これは古事記の方の中愛記ですね。とそれから神宮皇后記、これは日本書紀ですね。でここで実は神宮皇后のところで、その神武以来の大和国、大和の国、和国が一旦滅亡しますよという、世間からすればとんでもないことを言うとるわけです。でこの神武天皇から神宮皇后まで、これはくしくも戦後史学が全て格扱いした歴代大王天皇の記録ですよ。これが今の高校の日本史の教科書には一切一字も出てこないわけですね、天皇名が。はい、そういうことになってございます。さあそれでは、神武さんの姿の水勢天皇のところです。はい、和国大いに乱れ歴年主なし、中国側です。日本側、多義神美の皇子暗殺さるですね。でそれで日本書紀の中には、神山と言われ彦の天皇法図、時に神の中耳の皇子と特に心を曹操のことにとどむという日本書紀の創作があります。実際はその色根、ね、多義神美の皇子と後年すでにたけて久しく長期を経たりということで、多義神美が大王位についていたということを匂わせる文章があります。そしたら139年にですね、多義神美の皇子と2人の弟を凱旋こと図るということで、これは日本書紀の立場ですね。多義神美の皇子がまず、2人の、弟を凱旋ようとしたんだと、それに対して弟たちの方がそれに反撃したんだと、それがはっきりと王都市、土のと、ですね。したってこれで西暦139年が出てくるわけです。でこの時その母伊助頼姫、要するに神武天皇の最後の正妃でございますが、その正妃がその自分の息子たちに危険を知らせた歌ということで、これは古事記に出ております。西川よ、雲立ち渡りうねび山、この葉さやぎぬ風吹かんとす。でこれで神の赤耳の御事がその兄の持つ弓矢を取って、これは神矢耳の御事ですね。で多義神美の御事を射る、一の矢が胸に当たり、二の矢が背に当たり、ついに殺したということで、実際には神の中は耳の御事のこれは反乱ですね、これクーデターです、暗殺事件です。
でこの水勢の墓が、田川市星井の天神山古墳4基中の位置かということで、付近に月の輪という地名もありますので、やはりあの大和三山が見えるところ、河原岳が見えるところに、前方後円墳の跡があります。さあ最後はこれです。だから400年プラスマイナス10年の間にここで折れ曲がってしまいましたが、まだ神武天皇から水勢天皇の頃まではこういうふうに一ノ岳の麓近くまで流れ取りました。これが犀川から飛鳥川、そして今川と名前が変わっております。それで魏志倭人伝中の五冠代の記録ということで、卑弥呼さんの即位の後にこういう文句が結構後ろの方に出てきますね。その国元また男子をもって王となす、とどまること780年、和国乱れて愛交罰すること歴年、すなわち一女子を共立す、して王となすですね、名付けて卑弥呼というですね、はい、こういうことでございます。121年、139年ですね、多義清水尊大王氏子王位を奪う、そして大祭土のとう、そしたら中国の社書および汎用五官所の記録にあるように、五官の官邸、霊邸の官、和国大乱と書いてありますので、これは西暦146年から189年という最大の幅を取ったら、この時代が和国の大乱ですよということ。でちなみに九州王朝論を唱えた古田武彦は、三国志魏志倭人伝が和国乱であって、それで五官所が和国大乱であるけども、やっぱり三国志の方が早くにできてるから和国乱の方が正しいんだということを、まあ、生涯言っとりましたけど、あれは間違いです。ここで今私たちが日本書紀から読み取る限りにおいて、だって本来ならば弟の腹違いの弟が腹違いの兄ちゃん大王を殺したんですから、臣下が王を殺したんですから、これは中国語の用法の大乱が正しいわけです。中国史で大乱というと必ず臣下が主君を殺した時のことを言います。大取ります中国史と日本書紀とは。そういうだから非常に重要な部分をいかに抜き出せるかが、まあ国語の教師に言わせると読解力というやつですね。私のその読解力がものすごく強いわけです。はい、自慢しますこれだけ。はい、生徒に理解させるためにはまず自分が深く理解しなきゃいけないですから。はい、この訓練39年やってきたんですからね。そしてこの200年卑弥呼共立化というのも最終的には神宮皇后期から割り出しましたね。さあここでは卑弥呼はこの時も、和国に来てたかどうか分かりませんが、ここに大城祭の起源らしきものが崇神天皇記に書いてありますね。和国乱に関してです、和国大乱に関してです。人民が流浪しあるものを反乱した、天皇は崇神ですね、一応日本書紀で天照大神、大和大国玉、実は大物主の神ですね、二柱の神を宮殿内に共に祀り、天津神国津神に罪を請うたという記述が一箇所だけしかないんですが、これが多分大城祭の起源です。だから令和の初めの時に金城陛下がやっぱり皇居内に月殿雪殿を建てられました。でこの時マスコミは雪殿は天照大神だって言いました。月殿の神が語られていませんね。これは明治政府明治維新の時に彦さんの大物主を潰したわけです。だから大城祭において二柱のうちの大物主が省かれて、天照大神だけが高祖神ということで祀られたわけですね。魏治一神教の始まりだって言いましたでしょ。彦さん潰し、大物主潰しが天照大神一系論に変わってしまったわけです。だけど日本書紀を細かく読んだらこういうことも書いてあるんですね。さあそこでまたここでいきなり角が嵐とですね、
このところ王からの国の王のことありますね。今ちょうどそこの辺りで茅店の話題出ましたね。当然茅地方の中に王からの国ありました。大茅がありました。そこの紬が荒人が大和の国に来たんですよ。ある姫を追っかけてですよね。で、私ここに198年って書いてある。1198年、倭国平らの後です。収まった後です。来ますね。その時会った人が五つ彦という人ですね。また五つ彦ですよ。これ日本書紀ちゃんと書いてあるんですよ。そしてこの紬が荒人に関して私は河原町の鶴ヶ家の家系図を持ち出したわけです。ここになんと、もう次に書いてありますようにこれですね、日本書紀は実は水仁天皇記の割中に出てきますが、鶴ヶ家の系図は崇神天皇の御ってはっきり書いてある。で、日本義に曰くって書いてあります。この日本義という表記は日本書紀の割中の中に日本旧記とか日本義とか 1,2 箇所出てきます。つまり現在の日本書紀の前に存在した歴史書です。で、これを追っかけていきましたら大阪の姫こそ社の記録がなかったんでございます。鶴ヶ家の伝承はここですよ。これね、何話にもう出て姫こそ社の神となる、これが鶴ヶ家の伝承ないんです。この格好の中がだから武前の姫こそ社しか書いてないんですよ。面白かったですね。姫こそ神しか書いてないんでございますね。で、これは後の付け加えです。さあ、そうしますとここでいよいよもって今度は水仁天皇記と関係してきますが、河原神社の縁起の一節に唐地における大姫御事の霊は実に、白石の玉と示したも、志向してこの三山は白石有名の白石有名の資源なり、けだし上皇よりこの山に臨座ありとある。太宰館内氏にも谷川氏言う、河原の神はまた姫こそ神社と号すとあると、まあ、これは小宮八幡宮と宇佐神宮の御神教という本の中にも出てきますね。で、繰り返すが真の大和三山は河原岳はかつて草木が生えてなくて石灰石むき出しの白石の山だったと私は何度も強調しとるわけです。そしてこれは神宮皇后記ですね。この神宮皇后記はもうこの回でやりましたように本当は卑弥呼さんの120年後の人、江戸60年で一運ですが、その一運の2倍、二運の120年後の人ですよと、その神宮皇后の記録を120年遡らせて、それで卑弥呼さんとあるいは豊さんと一緒にしてありますよということを言ったわけですね。その神宮皇后さんがここに書いてありますように、中愛9年3月に、皇后予期を選びて、五木宮に入り、そして、自ら神主となりたもうと、こういう説があって、これが実は共立の実態です。筑豊の多分物の部一族に共立されたという記事、これがこの部分です。そうするとそれが中愛が倒れた後ですので、中愛9年の春3月だとしますと、これは紀元200年ですね。西暦200年なんですね。そしたらまた次のですね、3月の記事の中に、3月の後の冬10月、にこの年や大祭かのとみ、すなわち摂政元年となすという、こういう文句で日本書紀は神宮さんが摂政になったのが201年と書いてあって、これが卑弥呼さんが共立された年であるかのような書き方してるんですね。しかし私から言わせると、いや、共立はやっぱり200年ですよということを、割り出したわけです。その200年に卑弥呼さんが共立されたとしますと、卑弥呼さんの時代、実はここに漢という王朝が書いてありまして、 BC206 年から AD220 年、220年に魏に禅譲したので、これから魏が成立して、それから、蜀が
ができて五ができてという、つまり魏呉蜀の三国時代に突入していきますね。だ卑弥呼さんはギリギリ五漢から三国時代にかけての人で、中国の王朝交代の時期にあたるわけなんですよ。でこれは別の人のサイトから持ってきてありますけど、ここに見事に私がまた書き加えて、ここに倭国がありますよと、大和の国がありますよと。でこの人は私と同じで、いや近畿側に中国地方まで及んで東帝国がありますよってことを書いてくれてる人なんですね。それで利用させてもらってます。さあまた卑弥呼さんに戻りましょう。じゃあ河原神社です。これで唐地における大姫の御事は白石の玉、大和三山か河原岳は白石の山、太宰観内氏に河原の神は姫こそ神と、そして、太宰観内氏に書いてある姫こそ神、これが卑弥呼ではないかと。で津野嵐とはこの明る姫を追っかけてくるんですよね。それで大和の国に入りました。最初は五つ彦ですから五つの国の人です。でそれを後で出てきましたように、これは鞍手郡を中心とする地域です。でこれは和道元年、あ和道2年でしたね、和道2年に河原神社が始まった時の伝承です。で第一座唐国沖縄大姫王子の御事と河原神社は言います。太宰観内氏なんかは大目の御事って書いてありますね。問題ここですよ。やっぱり神代に唐からの経営に渡らせたまい、崇神天皇の御代にご帰国、河原一の滝に静まりたも。でこの沖縄は皆さんもお分かりの通り、先ほど述べたようにこれは神宮皇后の名前です。沖縄たらし姫とおっしゃいます。だから日本書紀と同じで、神宮皇后さんと卑弥呼が一緒くたになった名前なんですね。と沖縄取ります。すると唐国大姫王子の御事なんです。そうしますとちょっと順番変えるとですね、これ私の当てずっぽうではないと思います。大唐国の姫ってこう書いてあるんですよ。じゃあ角を荒らして追っかけてきた姫さんじゃないですか。で和道2年はもうすでに、天武朝が成立して、もう日本書紀もやがてできようかという時ですよね。709年ですか。はい、709年です。720年日本書紀出来上がります。その中で神宮皇后記が120年スライドされて卑弥呼の時と同じになってる。同じようにこの河原神社、もともとはだからこの神様の名前通りなんですよ。唐国沖縄大姫王子の御事神社っちゅうんですよ、太宰観内氏でもね。だからこれやっぱり卑弥呼さんと神宮さんが合成された神様ですというのをこの国で初めて述べたわけですね。それは仕事では全く そういう考えはない。いや、氏子さんたちの中に私の説をそろそろ信じ始めてくれてます。いやだから今までは全く分かりませんでした。そしてで後にだからもう日本書紀が成立した時にはもうすでに、朝鮮半島は唐と結んだ新羅が、百済高句麗を滅ぼしてもう統一新羅を作ってましたね。だからここの神様がもうお分かりでしょ。豊前の国不動記では新羅から河原に来られた神って言ってるんでしょ。実はこれ卑弥呼さんのことなんですよ。で前回皆さんにお渡ししたあの私の支援者のお一人が書いてくださってね、祖国を打つ古代史の旧の見出しのところに卑弥呼は海を渡ってきたなんての書いてあったでしょ。あれ私の説です。そしたらですね、はい、沖縄側は誰が聞いても神宮皇后と関連があるだから通説で卑弥呼さんと神宮皇后さん一緒だ同一だっていう人いっぱいいるでしょ。で地元ではそれはその神宮皇后という考え方は全くなかったわけですね。今あまり出しませんでしたね。それから唐国大姫についてもあんまり破棄としたこと言ってないですね。だから先生のそういう解釈はほぼなくて、要は朝鮮半島から来たそれだけは残ってたんですね。しかし大事ですよ、これ崇神天皇の御代にって書いてあるんですよ。
じゃあやっぱり明る姫ですよ。王神記に書いてある王神、古事記の王神記に書いてある明る姫ですよね。はい、そういうことが見えてまいりました。それで崇神天皇の没年がなぜか知らんけど古事記出とるんですよ。ここですね、拡大しましょう。ここにですね、これ本当に古事記で一番最初に出てくる干支なんですよ。干支なんですよ。土の絵の虎の年の師走にかむ上がりますよって崇神さんの没年が書いてあるんです。これをやっぱ当てると198年なんです。だから卑弥呼さんはギリギリ197年か196年ぐらいに倭国に帰ってきてらっしゃるんですね。一応そういうふうに読み取ってあります。証拠はありません。もうこれ以上の証拠ないです。少なくとも崇神さんが亡くなる前に帰ってこられてるはずです。さあ崇神天皇記の重要点ですね。角が嵐とも言いましたね。雨の日ぼこさんですね。それから日本書紀の中で大和ととびももそ姫ですね。古事記の王神記において明る姫さんですね。これみんな卑弥呼さんですよと。そして統一新羅の後にはこれが大唐の国から来た姫様が新羅から河原に来た神と皇伝承が変わっております。それこそが和道2年700年の唐国沖縄大姫王子の御事という河原神社の始まりですよと、こういうふうに説いたわけです。さあそしたらですね、このまた雨の日ぼこ角が嵐とがすごかったでしょう。中国地方を通って播磨の国に抜けて、そして中国地方から播磨の国まで代々九州を追われて住み着いていた大国主の命、大物主の子孫でしたね。彼らが中国地方で暮らしてたんですけど、この人たちをまたやっつけて雨の日ぼこさんはその角が嵐との角がの名前通り鶴がケヒバで行っちゃうわけです。それがまた日本書紀に書いてありましたよね。でここに、播磨の国不動記の伊保郡のところ、伊保の里に、伊保家ですね、はい、雨の日槍の御事が日ぼこの御事がから、ここに書いてありますよ、唐国から渡ってきてって書いてありますね。また出てきますよ。だから九州国立博物館の茅店がいかにそこが浅いか分かるでしょう。こういうの出せないんですからね。そして今しはこの国の主たる方である私の泊まるところを与えてほしいと唐国から来た雨の日ぼこの御事が渦の川底うんぬんとこう書いてありますね。それを断るんですが芦原志向がね、この芦原志向っていうのはこれ大国主の別名、大物主の別名ですよ。これは盛んな活力に恐れ国の守りを固めるべく飯坊の丘に上がったたって、結局負けちゃうんですね雨の日ぼこさんにね。それで私たち皆さんにこれでまた提示しました。これ新しい道鉾文化圏、道卓文化圏ですね。でここへ一旦やってきた角が嵐人さんはこうやってこの道卓文化圏の国々を次から次に滅ぼして入っちゃいますね、鶴ヶの気比にね。そうした時にこれが途中にあるわけですよ。出雲の高神谷遺跡、神原神社古墳とか、鴨居岩倉遺跡とか、要するに銅鐸が埋められてしまうわけです。これは雨の日ぼこが襲来したからです。とりあえず一旦難を避けて埋めといて、で雨の日ぼこの難が去ったらまた掘り出してまた神を祀ろうとしてたんじゃないかなという想像を立てました。だからこれ丁寧に埋められてますよね、どう考えてもね。ここに358本の銅剣銅鉾が出たんでしょ。だから九州とまるっきり無関係じゃないんですよ。これを大唐の国からやってきた雨の日ぼこはどんどん滅ぼしていくんですよ。はい、で最終的には近畿まで行きます。これも埋められてましたね、これも埋められてましたね。はい、やっぱりこれ証拠でしょ、埋められてましたね。さあこうやって、雨の日ぼこさんはこうやって抜けて、そして後に神宮皇が出てくるここまで行っちゃったわけです。和国の領土回復でしょ。さっきの五漢時代の地図見せたでしょ、テキストにあるでしょ。
で、あの人が東帝国ってのがもう山口県あたりまでこう 領域持ってるような書き方してたでしょ。いやだから卑弥呼さんが協立される直前っていうのは倭国はあの倭国対乱によって国力は衰えて東帝国道徳文化圏がどん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 島根県あたりまでもっと山口県までも迫ってきてるんですよ。これをなぜか知らんけど角川荒人さんが一気に侵略していって、角川荒人は道県文化圏も制圧して、そして道徳文化圏も制圧したんでしょ。だけど鴨岩倉遺跡や高神代遺跡が出るまでは道北と道徳が一緒だってことは誰も知らなかったよね。だけどあれ道県はきれいに埋めとるけど道徳はなんかもう雑に埋められてましたね。はい、あれはね埋めたんじゃないかね。まあそのあたりはこれから考えていかなきゃいけないでしょう。とにかくもう雨の日僕行っちゃいますね、敦賀気比までね。だから今あそこにも敦賀神社もありますね。これから写真出ますけどね。さあちょっと先寄りしておきましょう。はい、開化天皇のずーっとあと五代の孫ですね。そしてここに雨の日僕を敦賀荒人がいますね。でこの黄色で追っかけていった田島森とか言ってここの桂木高野香姫の御子とここに出ますね。それから開化天皇の次彦摩巣王からだん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 こう来て、沖永宿根の王と桂木高野香姫のとの間に生まれたのが沖永新しい目の御事ってことで神宮さんですね。いやだからこれ古事記の系図ですよ。だから古事記の系図は全くそう書いてないんですよ。九州からやっぱり角が荒人が出かけていってなぜか知らんけど向こうで開化天皇の血筋と混ざってその中から五世後に神宮皇后さん出てくるんですよ。で通説の学者さんがそこまで追っかけなかっただけで私はもうしつこいですからここまで抜き出しちゃいましたね。はい、これまたさっきのやつですね。はい、だからもう一回いきますよ。大事なここですね。だから卑弥呼さんが協力したのはなぜか、そうですよ、パートナーだったかもしれない角が荒人と雨の日暮子が東帝国の大部分を沈めたからですよ。倭国を大和の国を安定させたからですよ。あと敵ははっきり言います、南の国国だけ。とりあえず東の脅威を取り除いたんです、赤の姫さんは。いや深く考えない深く考えない、出てきた異物で判断しましょう。それから古事記日本書紀に書いてあることを信じましょうね。だから今まで僕ら本当に共立共立って簡単に考えてきましたけど、さすがの物の部一族さんたち、倭国の対乱で一番激しくやり合った人たちがこれだけの功績あげたんだから、じゃあ卑弥呼さん上位しようと、そしたら倭国は安泰だぞっていうことでここだけ一致したんでしょ。いやこれね古事記のね王神記ではね、あの大唐の国でね、その新羅大唐国の王子の角が荒人と、雨の日暮子が、その白石から生まれた、道女と結婚して妻にしたって記録まで書いてあるんですよ。いやそれはもう随分匂わしてきたんですけど、ずいぶん匂わしてきたんですけど、いや古事記の王神記が間違ってなければ、これ最初夫婦ですよ。卑弥呼の指示のもとに角が荒人は敵に行ったと言ったら話は分かります。いやそういう可能性が高いと私言うんです。はい、それでこれはもう何度も繰り返せますが、神宮皇后摂政元年卑弥呼共立の年ですね。それを、日暦原典の中で、日本書紀日暦原典の中から、抜き出して神宮皇后摂政になられたのが、まあ、一応グレゴリオ暦の201年の1月22日ってとこまで分かってるわけですね。ただ私の捉え方はその前の、9年の3月、ここで協立されてる可能性があるんで、私はこの200年4月1日説を取ったわけです。もう1例しかずれていません、どっちかです。そしたらまた魏志倭人で戻りますよ。壇王が780年いらっしゃって卑弥呼さんが
和国対談の後に教授された。じゃあ121年に80年足したらもうぴったり201年やないですかね。ここで上世共立でしょ、はい。さあそれで皆さんにはこの和国と東帝国という年表を差し上げたわけですね。これ曹操の時代から書いてありますよ。もう曹操の196年の時にはもう東帝人が義の国の都に来たっていう記録が文学作品の中にあるんですよ。何度も言いますけど、はい。それから公孫氏が朝鮮に大砲軍を置きますよ。赤壁の戦いもありましたよ、はい。蜀の劉備が立ちますよ。豪孫権も帝位につきますよ。完全に三国時代始まりますね。その孫権は即位した翌年に、将軍英恩諸葛直を伊州久能国丹州東帝国に使わすという記事があるんですね。これがまた五感所にも義士和人伝、あ、ごめんなさい、義士の、あ、ごめんなさい、五士の孫権伝に出てくるんですよね。だから三国志は五感所を受け継いだけども、五の国の記録と義の国の記録を分けとるんです。だから義士和人伝に東帝国出てこないし、五所のところにも東帝国って名前は出さないんですね、はい。もうそういうことも文献学上読み取ってあります。丹州としか出てきません。この丹州の丹は丹波の丹だと思うとります。そういうことですね。驚きでしょ。東帝国が先です。はい、東帝国先です。だから向こう側にあの例の慶書3年経とか慶書4年経出てくるわけですよ。お分かりでしょ。多分目くらましですね。で、五の鏡がなぜか知らんけど山梨県、それから後にこの辺りに出てきますけども兵庫県、ここから出土しておりますね。で、239年に卑弥呼さんが初めて義に朝貢します、大砲軍にね。で、240年に義の使いがやってきて真偽を仰いを鍛冶す。だからこの段階で国交を結んだとすると東帝国とは断交した可能性があるわけですよね、はい。ということを言いまして、266年は明らかに、中国側の師匠から考えても和国の、豊が真に朝貢したという記録が残っております。で、その三国志を書いた、陳寿は297年頃亡くなっておりますね、はい。卑弥呼さんのずっと後まで来ています。先生ちょっと、要はここで先生が一番言いたいことは、その卑弥呼と、いわゆるその雨の卑弥呼、角がらしと東帝国、神宮皇后は同じ時代です、ね、同じ逆、別人。いやだけど したことは同じで、意味は、いや、豊国で女王になったことは同じよ。だから卑弥呼イコール神宮皇后というふうに考えていいということで言うわ。違います、違います。それは日本書紀のからくりです。日本書紀の作為です。だって河原にの読み解いたら、卑弥呼は朝鮮半島から来てですよ、明るい姫やったということで言い伝えられてることでしょ。さっきのとこ、これダメ、阿部の卑弥呼茶、ここ茶、開化天皇の頃茶。え、なんで雨の卑弥呼はここやから卑弥呼さんここやん。だから卑弥呼さんと神宮皇后はこの古事記の系図によっても最低5代違うやん。いや、それは分かりますよ。だから同一人物であるわけないやん。いや、だけど一緒と考えると、いや、関係は深いって言ってるだけよ。まるっきり関係ないとは言ってないよ。
だから何度も言ってきたけど、神宮皇后記にまとめ上げることで和国の大和の国の女王を一元化しようとしたのが日本書紀のイデオロギーですよって言ってるんです。大和の女王が3人もいたら天武朝日本国は面倒なんです。だから別々におったけれども全部神宮皇后を主役にしたってこと。そういうこと。いや、さっきだって神宮皇后が神武以来の大和国を滅ぼしたって言います。言ったじゃないですか。なんか皆さんはあなたの質問を笑いながら聞いてるところを見ると理解されとるんじゃないですか。はいはい。さあ、それでこれはそのね、鏡の分布ですね。このだから出場曲ピタッと合いますね。もう角が荒らしておくだけで。そしてその240年に魏から送られた銅鏡、100枚が、まあ、これが五冠の王朝から続いてますから、五冠の王都で作られた内向家紋鏡だろうということで、これが福岡県のこの田川地区を中心に一番多く出とるんですから、卑弥呼は当然この鏡をもらった人であれば、卑弥呼はこの鏡が出たこの中心部にいるわけですね。だから私は田川説を取っとるわけです。筑前じゃないですよ、糸島半島じゃないですよ、私は田川地区だ、恩河湾沿岸だって言ってるわけです。これ私とまた別の人が書いたやつですよ。by 青松って書いてありますけどね、三つ春さん。はい。さあ、それで卑弥呼と合議両国との関係で、これがだから決定的ですよね。実際に使い出したのは239年で、そして領書とか中国の司書の側でも慶書3年というのが結構出てくるわけですね。だから逆に言うと魏志倭人年だけがおかしいんですね。で、神宮皇后記ですよ、また神宮皇后記ですよ、悩んでくださいね、あのね、堀さん一人ね、はい。で、慶書3年でしょ、魏の慶書3年でしょ、で、公孫衍がやっつけられた後に卑弥呼さんが初めて、使いを使わして朝貢したってこう書いてあるんですね。これが北史の和国伝ですね。そしたら、神宮39年、この年は大祭土の塔羊って書いてあるんですよ。これがやっぱり239年なんですよ。239年。そしてここの和理中に魏氏に曰く明帝の慶書3年6月、和の城を、大夫なしめらを使わし、軍に申ず。こういうことが書いてあるわけです。で、これがまた現在残る魏氏和人伝12世紀の版本と微妙に例えばここの字が違ったりするんですよ。これ魏氏和人伝は龍化。ところが、日本書紀に乗っかっているのは東化ですね。で、最後ここに都に至ると書いてあるけど、ここにはなくてこっちには成という字が入ってたりしますね。私はだからこの時間の時に皆さんに伝えたのが、いやー、できれば日本書紀書いた連中と同じで、この時本当にこのね720年当時の魏志倭人伝読みたいですねって言ったわけです。これが正しければこの字で残ってたわけです。場合によってはこれ日本書紀の方が正しいかもしれませんよ。魏志倭人伝よりね、こっちの圧倒的古いんですもん。720年成立なんですか。今の魏志倭人伝三国志は12世紀ですよ。12世紀の中国は南宋の時代に彫られた本ですよ。だから僕は魏志倭人伝は誤植だらけって今本に書いてるわけです、一生懸命。はい。そのまた寛延という、660年にできた中国の本があります。なぜか知らんけど日本の太宰府天満宮しか残ってませんでした。その義略の中に大宝よりは至るには、大宝からですね、はい、その途中の国です、はい、クヤカン国、対馬国、対馬国ですね、壱岐国、松露国、それから伊豆国と、こういうふうに書いてあるわけなんですね。で、この義略のまた別のところで、大宝より、上国に至る、まあ、2000よりと書いてあって、でこの時にやっぱり義略あたりがちょっと間違えたんじゃないかと。だから落郎軍地と大宝軍地はちょっと1300両離れとるみたいなんですね。
だから総計1万2千里に本当はならんとですね、その対馬国に私はあの神武天皇記に出てきた高見結びの神が今なお対馬祀られてますよと、これも言ってきましたね。高見結びの御事ですね、彦山の神ですね。そしてこの明らかな春の辻遺跡すら、律令制の壱岐の氷の田川郷の深江栄船とか深江鶴亀船からこれが出たんですよね、この遺跡がね。だこれ間違いなく壱岐国ですよね、壱岐国です。今でも壱岐はこれに、1万円の位置にこれ山辺がつくだけですもんね、はい。そこにもまた高見親神社でまた高見結日の御事が祀ってありますよと。だから当然卑弥呼さんのところへやってきた義の使い、大砲軍の使いは対馬壱岐と、で壱岐まで来ると田川郷に来てるわけですから、後のじゃあ卑弥呼さんがいたところどこかって、私はもう田川郡だって言い切ったわけです。田川郷から田川郡に来てるよと。これが今度の3月21日のそのポスターにありますように、チラシにありますように、大和国イコール高派の国説というところでこれを全面に押し出すわけです。だってあそこ滅ぼされたんや、神宮さんにことごとく島民残らず殺されたんや。だからちょっと考えたらですよ、高見結びの神なんて彦さんのおるちの分かっておくん絶対関係あるって普通思うじゃないですか。あのね、現代人がそこまでゆとりあると思いますか。あなたは私と一緒に出かけてるから分かるけど、普通意識がないとそこまでいけません。本当にあなた疑り深いですけど、いいですねその精神もね、はい。さあそれではあと壱岐の島から今度は東へ線に行けばここに行くんです、松露国ね、宗像市宅間石畑遺跡、宗像工場跡です。今遺跡キングになりましたね。そこにあの港の跡が、ね、船着き場の跡が出ておりますね、はい。それで私はたどっていったらもう結局どう考えても文国が糸田あたりで、武国が飯塚の農村八幡あたりで、伊豆国がこれやっぱり小竹ですかね。私本当は倉手の方に行きたい気もするんですけど、これギリギリやっぱり小竹ですかね。そしたらここはもうですね、河原王と赤村の境あたりです。で女王がこの時どこにいたか、私は河原にいたんじゃないかなと思いよりますけど、確証また取れません、はい。さあこれであとは日本書紀にその後の記録がないんですね。大和トトビも桃姫ももういきなり死んじゃいますもんね、はい。247年、これは中国の義史和人年間に残ってますね。その正史8年大衆王妃、官に至ると、和の女王卑弥呼、久子王卑弥呼元より和せず、和、誰かを使わして、軍に至り相攻撃する様を説くと、斎宗遠志朝政らを使わしよって少々行動をもたらし南昌米に配下し、これで私は冗談抜きに卑弥呼さんが多分最前線の敗戦によって責任を取らされて女王の座を追われたんだと理解しております。そうしますと義史和人でこう書いてあるんですね、この記事のすぐ後です。卑弥呼持って死す、本来この持ってと死すの間に理由がなあるのが普通なんですが、理由書いてありません。私はこれを殺されって呼んでおります。卑弥呼さん実は殺されておりますと考えております。でこれが1970年代の赤村内田の前方後円墳の航空写真でございます。土砂崩れ起きてますね。でこの古墳自体も東側に崩れてます。その崩れたくびれの部分からあの広瀬さんちのあの土器片が出てるわけですね。で卑弥呼の死またここにもう一回書いてあります、はい。で日本書紀にはこの大和トトビ桃祖姫が大物主の神をバカにしちゃったんでその仕返しで橋に琴をついて死んだというこういう不名誉な死に方が書いてありますね。それで橋墓と言ったんだと。
で私は奈良県の橋屋家があれが違ってこちらが本物だって言い寄るわけです。大和国の女王卑弥呼は大物主をつまり高派の神を祀った不浄王だった久野国王卑弥呼に敗れたのだろうか、卑弥呼は責任を問われ自決したようだと書いてありますが、実は殺されたみたいです。そしてここから出ましたのが今竹林ですが、はい、弥生式土器から途中の末期などを、古墳時代を経て平安時代までの土器が出現しております、熊本県の吉田昭一さんが一応証言してくれました。奈良県の箸墓からはこの、宮山型特殊器台と埴輪が出ておりますんで、もうこれは絶対卑弥呼さんの純装墓ではありません。これは考古学的に明らかです。それでも邪馬台国近畿説の偽学者さんたちは、いや邪馬台国は奈良県にあったんだと言えるわけです。大概にしろよお前らと言いたいわけですがね、今日ちょっと激しいですよ私ね。何かありましたね。そうですね、優しく言いましょうね。近畿説の先生ちょっとおかしいんじゃないですか。はい、ご用意していただきましょう。さあ、その卑弥呼さんの死後からまたさっきの河原神社に戻りますね。できたの和道2年でしたね。そしたら万葉集の和道4年の芋仮名は千代に流れん姫島の小松が売れに苔むすまでにというわけのわかんない歌ありますね。乙女の名は末永く語り継がれるだろう、姫島の松の梢が大きくなって苔むしてしまうまで。なんと卑弥呼さんが河原神社から国東半島の姫島に流されたことを嘆いた歌だったんです。和道4年って書いてある。歌った人ひょっとしたら河原の宮人です。姫島です。そしたらここは白い黒曜石で有名です。じゃあ河原岳の白石、そして姫島の白い黒曜石、また白石でつながったんですね。はい、ここに今も姫こそ神社、明る姫が祀ってございます。大阪に行ったのはずっとさらに後です。姫島はずっと大分では重要な島ですよね。はい、要衝でしょうね。いや、景行天皇もここに関係してきますもんね。はい、まあ その時代その時代に結構中継地として重要な基地だったんでしょうかね。ちっちゃい島ですか。島ちっちゃいですよ。だけど国東半島を攻める時の足掛かりの場所として一番いいところですよね。いや、景行天皇にそう書いてありますよ。はい、さあこれまた寛言です。卑弥妖惑し、帰って群青にかない、豊養子にしてまさに修房にかのうたんですね。で、大事なことはこの卑弥呼さん、豊さんの後にですよ、豊の頃にですよ、社章五官所だと思います、ここに和面上国王水晶出てきましたね。それからここに和国大乱書いてありますね、五官所ね、和国大乱ですね、ちゃんとね。で、歴年主なしですね、協力されましたね。ところがですよ、卑弥呼さんが死んでさらに壇を立てたけれども国中が服しないと、それでまた愛子もごも中殺した、また和国に乱が起きるんですよ。でまた、卑弥呼の僧侶豊を立て年13にして王となる、国中ついに定まるってあるんですよ。この頃にですね、どうも大和武尊が出現してるんですよ。これがこの回ので、景行天皇はですね、もう私こう書いちゃったんです。クヌ国王卑弥呼の逆襲、攻めてくるんです。また熊本県から。それで田川のあちこちの賊を滅ぼしながら行くんですね。そして赤八幡神社の小縁起に田川の残賊をやっつけたと書いてあって、そこで天皇は喜んで景行さんですよ、でこの国がいいところだから高派の国と言うが良いっていう、ここで高派の国、今度の3月21日にもこれが前面に出ます。
高波の国なんです。はい、ですよね。そこで大和武尊こうなっちゃうんですね。そしてまたこれ地元の伝承です。これは添田町史にも出てますけど、一番大事なのがこれは田川氏の猪膝ですね。猪膝に、土寄伊織が大和武尊から討たれたという話が残るんです。日本書紀では景行天皇が土寄伊織がつけてるんです。だから田川の現地伝承では大和武尊のことが土寄伊織がつけてるんです。その伊織を切った太刀を洗ったという太刀洗いの井戸が町の出入り口の道路そばにあると。それでこの近くにここが猪膝で、その他にも猪頭があって、猪花があって、それから猪尻があるんです。川崎の池尻がね。で、怖い伝承として、これは私が合成しましたけど、昔神武天皇は猪獅子をほふって、それをちょっと切って埋めたっていうのがあって、もう一つがこれですね、これですね、伊織の体を切り離してそれぞれの頭、鼻、膝、尻を埋めたと。という怖い説を出してしまったわけです。多分こっちの方が当たっとらせんじゃろうかと思う。つまり卑弥呼さん、卑弥呼さんの後、豊が即位するまでの間に田川の段王がついたわけです。それが例の大和武が倒した川上武じゃなかったかと。はい。その川上武がなんとこの伊織さんだったという可能性をこの講座で言っちゃったわけです。これを今度は倉手の五国にいた大和小倉がこれやっつけに来るんですよ。そういう構図を初めて出してしまったんですね。二人の大和武尊の御事、この川上武、川上武ってあるんですよ。そしてここの一番大事なのが、その殺大和小倉が川上武を殺すんですが、その川上武がこれからあと、巫女は大和武の巫女と、称されるがよろしいと言って、殺される側が殺す側に語を授けるという、この逆転の記事が日本書紀に乗っかってるんですね。これ私は田川の段王から倉手の段王に受講したというより、倉手の段王が大和武の御事という称号を強引に奪い取ったんだと、まあ、こういうことを皆さんの前に初めて言うたわけです。で、それを証明するからにここの、川崎町に川上神社があるわけです。この川上武に関係せんじゃろかということで調べに行ったんです。そしたら結局祀ってやったのは大物主の神だったんです。そしてその買った方の大和武尊の御事の本願地は今度は倉手町市で出ます。その子供や孫たちがですね、にぎたの御事であったり、鎌の薄いの村主だったり、それからにぎたの神主だったり、それから菊の司だったり、それから高波の、主だったり、それから黒崎の、村主すぐりと成したもうというのが倉手町市にしっかり残されてますね。だから私たちが今知る日本書紀を通して、あるいは古事記を通して知る大和武尊の御事は倉手の大和武尊の御事ですね。倉手の大和武尊の御事です。これも初めて言いました。どこにいたか、ここです。倉手町剣岳です。これどこかと言いますと、あの神武天皇が飯塚の中津国を攻撃したとき、北の倉手から仏の御霊のあの剣を持ってきて加勢した高倉寺がいたところでもあります。だから僕は倉手は金明朝の倉寺の君に始まったんじゃなくて、神武天皇記に書かれた高倉寺から始まってますよって言ったんです。これまた地方の伝承をちょっと覆しちゃう。神武天皇の時代から倉手という土地がありました。はい。そしてここが五国です。五国を従って魏志倭人伝の五大卒。これは観音の五と読むべきで五大卒だったんですね。
で我々はもうすでに鎮守の原本を見ることはできませんので、いつ大卒っていうのは二文字に分解したらいつ大卒だったかもしれないんです。だ私がこれはいつと読みますよってこだわってきたのが結局また支援者のおかげで、いやいつ大卒と同じ意味やないかってこうなったわけです。だ大和武尊の命はギリギリ卑弥呼の時代、その最晩年の時にはいつ国王だったかもしれない。武力は一番強いんですよ。だからタワーの弾王に服せずに逆にやっつけちゃう、成り立つわけです。タワーの弾王は弱かったんです。で大和武尊の命を持っていかれましたね。そしてこれがまた魏志倭人伝に戻りますと、一国に致死でしょ。で2回目以降の使いは皆津に臨んで僧侶し、文書、詩のものを伝送して城に至らしめ査索するを得ずってことが書いてあります。やっぱり全部この高音河湾沿岸の出来事ですね。卑弥呼さんから大和武尊豊に至るまでですね、はい、これがその逃げた図です。一国の津です。ここに大砲軍の使いの船が停泊してました。福永説です。さあその慶光が実は久奴国王卑弥呼ですよと。でこれ日本書紀追っかけていくと、周防の佐波、それから静山、それから花たり耳たりとあって、宇佐の川上、三毛の川上、高葉の川上、それから緑野の川上と、まあ、こういうふうに慶光天皇は族を退治していきます。この地図ですね、これよく見ると神武天皇の北伐図と全く同じですね。第二次統制とね。さらに続きます。それから豊前の国の長尾の阿賀田ってはっきり書いてあります。今も行く足長尾あります。でこの慶光天皇は御所ヶ谷に入ったところで都と名付けましたよってことで今の都郡があります。それから小倉の九度に行きます、はい、それから椿市に行きます、千田、津田に行きます。で、ネギ山、抜き山に行きます。それから、地図をまた追っかけていきます。こうまた北上して、菊の氷、今の北九州市あたりまで進軍しますね。慶光天皇はね。だから私はこれは多分卑弥呼じゃないのって言ったわけです。そして一番最後にこの柏尾の大野というところで、ほみ石。そこにあった平べったい石を蹴ったと。でこれが柏葉のごとく待ったならば俗に勝てるであろうと予言したわけですね。その台頭石というのが小倉南区に今なおこうやって厳然とあるわけです。だからここで大和武尊の命、倉手の大和武尊の命と慶光天皇こと久奴国王卑弥呼がここで激戦したんじゃないか。そうすると今までの通説に言われてきた、あるいは日本書紀のイデオロギーで書かれてきた慶光と大和武尊は親子ではない、敵同士だったという、これまた日本で初めて言ってしまったわけです。どっちが勝ったか、いや一時期慶光勝ったんですね。さあ大和武尊の命と一生懸命和国防衛します。大和の国で、その時宮津姫のところに出かけて行って、そこでやっぱり歌読んでんですね。私はやっぱり和歌が古代詩を読んでる、和歌が解けかす古代詩やっております。古事記でこういう歌を歌いますね。久方の天のかぐ山、私は天のかぐ山ここしかないわけです。もう奈良県絶対偽物じゃと、はい、とかまりさわたるくいひわぼそたわ や, やがいなおまかんとあれはすれどされんとあわれ思えど長けせるおすいのすとにつきたちにけりという、まあ、こういう歌を読んだということで、これは間違いなく河原の近くに大和武尊の命さんと宮津姫がいらっしゃったと、まあ、そう考えとるわけなんですね。その肝心の草薙の剣、これを宮津姫のとこ元に置いて伊吹の山の神を取りに出かけられたと。でこれで、あられに当たって氷に当たって、それで体が弱ったと書いてありますが、多分氷雨のごとく鉄属の矢を降らされて、ちはや降る戦術の前に大和武尊の命は自分の足を射抜かれて、それで、体が次第に、弱っていく中登るにまで行きますね。でその時に国を忍んで、大和は国のまほろばたたなずく青垣山ごぼれる大和氏麗しと、
こう呼んで生き耐えていきました。そのノボノが、まず伊吹山がまず足立山だということが判明しました。慶光天皇来てましたね、小倉までね。これ足立山の別名霧ヶ岳です。はい、その麓にこんな遺跡が出ました。前の市長さんが保存してくれなかったんで今もありません。もう石棺だけです。さあ、その傷を負った大和武が山をかろうじて降りて、それで清水がいいというところですね、あのいさめがいいというところで足をつけてやっと正気に戻ったという話がありますね。相手の神の神が白い大きな白イノシシですね。これが近くの神社にいっぱい祀ってあります。で、今もあります。このその神社さんから500メートル登ったところに清水丸というところがあります。今も水出おります。多分ここで大和武足を浸らしたんだろうと思います。はい、そしてその最後に息を引き取った場所、引き取られた場所、のぼの、実は福知町阿賀野でした。阿賀野でした。阿賀野孫氏によれば元はのぼりのと呼んでいた。じゃあ古くはもっとのぼのです。のぼの、これ万葉仮名のだけですからね。途中でやっぱり二次の火事に変えられてるだけですね。のぼのです。ここで鍛えて、それで河原に戻って、あの、小宮八幡宮の隣にあります白鳥神社、これが元宮ですからね。だから今の小宮八幡宮西道所の駅のすぐ近くにありますが、その小宮八幡宮の下、つまりもともとは白鳥神社の下、あれが第一期の白鳥色、つまりのぼろで亡くなった大和武尊が河原の方にちょっと戻されて、そしてここで古墳を作ってそこに埋められたんじゃないかなと思っております。だから私は今なおこの白鳥神社の下に大和武尊が今なお眠っていらっしゃるんだと本気で信じているわけです。その小宮八幡宮がだからその白鳥神社の伝承を引き継ぐんですよ。ここの御神交際おかしいんです。長見つけに行ってですね、秘密のお曲がり様を空火に収めて小宮に持ち帰って、これから神交際始まります。神交際が終わったら、長見つけで作ったお曲がり様をまた返します。そしたら、長見つけはそれを人知れず誰の目にも触れないように土に埋めるというふうに側分しております。で、江戸時代の記録でお曲がり様という竜頭の餅と書いてあります。で、これ古事記日本書紀に書いてありますが、大和武は足を射抜かれた後、三重の曲がりのごとく足が硬い餅のように動かなくなったって嘆いております。そのお菓子が今なお小宮八幡宮の神交際の時にそれを空筒に収めて、誰も開けちゃいけないんですよ、長見つけ以外は、持ち帰って神交際が始まって、それで終わったらまた戻す、こういう伝承の中にちゃんと残っとんですね。私ここまで拾い上げてるんですよ、地元の人の協力があったとはいえ。中央の学者でこんなこと言ってる人誰もいないでしょ。そしてなるべくさっきの倉手の剣岳の近くまで鎧だけは持ち帰ったみたいなんですね。そしたら倉手町の剣神社の横に鎧塚古墳が今もあるわけです。で、お宮さんの伝承では大和武尊が鎧を奉納したっちゅうんですよ。いや、普通奉納された鎧ってのは埋めないんです。高僧八幡さんのようにですね、ちゃんとあの神社さんの倉庫っていうんですか、蔵にちゃんと納められます。これ埋められています。だからこの鎧は大和武の鎧であって大和武の片代ですね、片代をお埋め申し上げたんですね。これがだから多分第3期の白鳥陵だと私考えとるんです。はい、ここに、有名な鉄の研究家の先生と一緒に登りました。はい、大沢先生です。はい、そして、これも、未だに論争中ですが、鉄族の矢、
でこれはあのデータを見ますとね、これ元々のデータはですね、あの奥野正夫さんのデータに基づいて、そして、この葛木天さんという方が、Google の地図に落としてくださったんですがね、こっちのやっぱり菊池山賀からこの豊後街道にかけては、ここにありますように三桁、あるいは二桁の大きい方ですね、三桁の鉄則出てるんですよ。でところが負けた大和武尊の側、倉手郡、北九州市、宮古湖、二桁、もう10代ですね、これね。これしか出土してないんで、やっぱり鉄族の矢の方、多い少ないによって、大和武尊の命も、そしてまたその前の卑弥呼さんも、やっぱり久留国で最前線に敗れ、最前線で敗れ、大和武尊は完全に自分の足を射抜かれて絶命したと。いう可能性を考えとるわけなんでございますね。まあ、それでこれは倉手町が出しているパンフレットの写真でございます。大和は国のまほろば、たたらずか青垣、山ごもれる大和しうるわし、かつて海がありましたよ。海があったのは大和の国ですよ。城でもやりましたね。で卑弥呼も大和武尊の命も久留国の圧倒的な鉄族の千早振る戦術の前に敗れ去ったということをまとめ上げたわけでございます。これもまた考古学と見事な一致をいたします。近畿の先生おかしくないですか？さあその後を受けます。これで景行天皇が引き上げたかどうかは資料に残ってません。ただ政武天皇がこの後を継いで荒れ果てた筑豊の国土を一生懸命復興なさいます。それは身近な古事記、それから日本書紀の政務記に全部書いてございますね。でその政務天皇のお宮は、私は能形市頓野の千勝神社拝殿の手前左の石碑に政務天皇の名前があるということで、筑豊でやっと政務天皇を見つけたんでございます。だその日にですね、やっぱり一生懸命国土を回復された、復興されたという文句があったわけです。ああやっぱりここの人やったと。だこれが高田穂の宮跡じゃないかなと考えております。日本書紀でこれだけですよ。これ古事記かな。あ、こっちが、これが日本書紀だ。これ中英天皇記ですね。はい、長い方でもこれだけですね。あの本当にこうスライド1枚にこう、ね、字ちっちゃいですけど入ってますでしょ。これだけしかないんですよ、政武天皇の記録。いや、分かりにくかったんです。ただ倉手郡士には若干、この政武天皇さんが郡県制度を建てられたって書いてあるんですね。高二と上方を制定されたって書いてあります。さあそしてもうすぐ中愛天皇記ですが、これこの最初の一行すごいですよ。たらし中津彦のすめら巫女と大和武尊の命の第二子って書いてありますよ。これまた通説の学者さんこれ言わないんですよね。なんで中愛さんが大和武尊の命の第二子なんですか。じゃあこの方は私に言わせると倉手かどっかにいらっしゃったわけですよ、この中愛さんは。間違いなくね、そういうことになりましょう。でこの時にあの白鳥事件というのがあるんですね。大和武尊の命は白鳥に貸したっていう伝承でしたよね。だから中外天皇さんは白鳥を大事にして、これをだからね、あの都までこう運ばせたんですね。としたらなんか腹違いの弟がそれを奪い取って焼いてしまったと。焼いてしまったら黒鳥だって言ってね、そんな変なことが日本書に書いてあるんですよ。ここにある鎌宮家の王ね。でしかし大事なことはここに宇治川って書いてあるんです。宇治川、これ河原です。河原の木部川です。で、この人が、なんだかんだ言ってそれを奪い取って、白鳥といえどもやかば、黒鳥となろうとこう言い放ってですね、それで中愛天皇は怒ってこの鎌宮王を、中殺したとこういうふうに書いてあるんですね。それが異母帝だって書いてありますね。だ間違いなく倉手か河原の中愛さんが いたんですよ。いますよね。はい、さあそれからです。それで
この記事の中に今度はいきなり今度はまた沖縄たらし姫の御事が登場するんですよ、ね、そしてまたあの鶴ヶ嵐人が行った先、鶴ヶの気比、気比の宮から神宮さんが出てこられるんですよ。しかも中愛天皇と一緒、今やったばっかりですよ。倉手河原菊の中愛さんがいるんですよ。ところが神宮皇后さんと一緒に鶴ヶの気比から出てくる中愛さんもまたいるんですよ。もう二人いるやんです。つむが神社です。気比神宮の一角です。写ってるのが、桜井さんです。さあ神宮皇后の正々、簡単にまとめました。4世紀前半ついに東帝国が挙兵した。卑弥呼さんから数えても5代目か6代目ですよ。すでに賑やひろみことの本流と融合したと推測される東の三角内神獣強権を形成する強国が生成を開始した。気比の宮を発した神宮天皇は尼族を従え田島播磨の国を南下、瀬戸内海に出る牛窓で新羅の王子陳琳ですねを退治し、吉備の木の城の裏を滅ぼし清新する。これはまた百済の王子、新羅の王子と言われてますね。ついに阿波の豊名の宮を落とし入城、大和国の王の一人岡野阿方主の親熊鰐が基準、続いていつ阿方主の親磯戸手が基準、近江の大津の宮を滅ぼし御所が谷による押熊の御子を殲滅と、まあ、こういうふうにえらく大雑把にまとめてあります。さあルートたどりましょう。阿波賀神社、ここに多分彦います大当たりが祀られていますね。あの古事記の系図です。さあ牛窓です。こんな図が残ったんですね。はい、木の城です。神宮さん間違いなく瀬戸内海を西へ向かってますね。正々ですね。はい、屏風の石垣、これなんか知らんけど不思議発見、これ TBS ですね。これ何、岡山木の城の秘密って書いてある。さあこれが私が出しました新神宮皇后の戦略です。とうとう下関までやっていきます。そこからとかこういうふうに、これ間違いなく卑弥呼さんの国ですよ。元神武天皇さんが統一された、しかも都があった中心部ですよ。この中心部を神宮さん全部攻めて回るんですよ。だから日本書紀が神宮さんと卑弥呼一緒にしたいわけが分かるでしょ。神宮さんが大和の国を制圧したってことを書きたくないんですよ。だから卑弥呼さんの国を熊襲にしちゃうんですよ。はい、これは周防の鯖の裏枝光神社です。さあそれからあとは久喜の海通りますね。それから、岡の津に至りますね。でいつの阿方主基準しますね。それから磯戸手が基準しますね。そして名の阿方、それから樫日の宮に入っていきます。神宮さんで樫日の宮が飯塚氏の老いたて八幡宮ですよってことも初めて言いました。ここですね、茅の森にあります。茅の森ですがこれ樫の森かもしれませんね。本当は樫の木の方が多いです。そしてその鶴ヶ嵐人と雨の日彫子の弟が、やっぱり卑弥呼さんの時代に、雨の日彫子の弟智子と言いますね。その弟智子を残して鶴ヶ気比に行ったって書いてありますね、日本書紀ね。だなぜか知らんけど能形氏に智子っていう地名が残ってるんですね。ええ、もちろん地元の人知りません。チコです。だ鶴ヶ嵐人の弟のチコちゃんが能形にいたんです、ね、こんなことも言いよりますね。でもうあの俗世間では通説ではもう一切出てきません。なんで能形氏チコがあるんだって。でこれはもういつも挙げてきます。だからこれまず魏志のルート図です。私これずっと主張してきました。さあ神宮さんこう攻めるんですよ。こう攻めるんですよ。橋の熊足屋つけちゃいますよ。はい、それからどう巡る順番かわからない。これで勝ちと姫やっつけちゃいますよ。はい、
それから最後に籠坂を押し熊の御子との決戦が待ってましたね。これで押し熊の御子を受水自殺に追い込んで、神宮さんは完全に豊の国を制圧しました。だから卑弥呼さんの国と神宮さんの国全くダブってますよね。堀さんの疑問も多分ここにあるんですね。同じ地域に同じ女王ですもんね。同一と思いたいのは普通ですよね。しかしこれ完全に時代ずれてますよと。だから私は逆に神武、卑弥呼、それから豊に至るまでの大和の国がこの神宮さんの時に完全に一旦滅びましたよっていう新説を出しちゃったわけです。その大革命を隠したのが日本書紀ですよって言ってるわけです。さあこれは今度は敦賀気比から出てきた忠愛さんが下関で死んだ時に葬られた狩魔狩の土地です。日来寺というところにあります。伊見の民や神社のどっち側でしたっけ、500メートル離れたところにあります。その境内に忠愛天皇のほなし上がりの地というのがありますね。はい、もうこの辺りはもういいでしょう。これが九州王朝説で、神宮さん、柏の古田武彦は柏の城とか言ってましたかね。柏の城はこう攻めたよっちゅうんです。これ正直でもデタラメでしたね。祖々木のはこっちでしたもんね。安町でしたもんね、はい。さあこれが、日頃木商用、綾杉瑠奈さんが作ってくれた地図です。橋の熊橋の拠点があの二個の主ご夫妻がいらっしゃる比叡山の隣の古書山です。これが橋の熊橋の根拠地です。この人が神宮皇后に追われてこっちの野取田の船、今の、朝倉の方に逃げますが、ここで最終的には撃たれますね。撃たれますね、はい。で、比奈城の名の由来とかいろんなことを挙げています。これが、みなぎ神社で、これも神宮さんと橋の熊橋が戦った後のようです。そして最終的にはこれのもう少し下にありましたけども、橋の熊橋の塚というのがあります。で、地元のですね、筑豊町になりますかね、お井松神社の宮司さんに、かつて、古田武彦と一緒に訪れて、宮司さんに話しよったら、宮司さんは橋の熊橋って言わないんですよ、おっしゃらないんですよ。橋の熊高、橋の熊高っておっしゃるんです。橋の熊橋ありませんかって、いや こっちの土地で橋の熊高って言いよりますってことで、でそれから調べたらですね、最終的にはこっちの田川に来てやっと見つけました。伏見稲荷大社に熊高社ってちゃんと残ってるんです。祭神見事に橋の熊高です。対馬にも熊高祀ってあります。それから山口県の周防あたりにもやっぱり熊高稲荷がありますね。熊高稲荷ありますね、結構ね。やっぱり一時期九州から中国地方までを領有した倭国のやっぱり大王クラスの人がやっぱりいたんですよ。それを神宮さんことごとく滅ぼしちゃったわけです。はい、さあここにまた出ますよ、再び忠愛天皇の死。さっき下関で一回死んでますね。さあこの大郡の戦い、朝倉の戦いでまた死にます。敵から撃たれた矢が背中に当たって、それでもう占領死しますね、はい。これその伝承が残る三瀬大霊石神社の写真です。そして棺に入れられて飯塚の追い立て八幡に戻ってきますね。でこれは今福岡市東区にある柏神宮の伝承です。寒掛けの詩で、神宮皇后は天皇の毛皮紙、天皇の棺をこの紙、の木に立てかけられ、あたかも天皇森林の御前会議を開かれた。この時お棺より勲功漂いたるにより柏の名起こるとの地名伝説もあり。しかし日本書紀の原文は柏の木でしょ、柏日の宮でしょ。柏の木と紫の木じゃえらい違いなんですよ。でこれをだからもともとの土地に戻すわけです、柏の宮に。とすると帰った神宮は忠愛の仇討ちのため夏4月に北の方肥前の国の松浦方に至ると初期にあるんですが、古事記には、の忠愛記には、
古事記には神宮天皇記ないんですよ、中外記なんですよ。その中外記の中には筑紫の松田あがたって書いてあるんですね。そして南君歌万葉集九番歌、静まりし大波騒げ我が瀬子がいたたしかべついつかしがもと、静まっていた大波を騒げ物のぼしよ決起せよ、我が瀬の君中愛がお立ちになれなかったかしいの宮のいつかしの根元で弔い合せを誓っておくれ。そうやってその時海が入ってました。そのかしいの宮の海に髪を垂らしますと、これが二つに分かれます。これ実は神の助けがあったと書いてありますね。八番愚道君でそれを水らに言って断層して神宮皇后は物の節を引き連れてあの宗像の勝人姫を退治しに出かけられるわけですね。でこれがその幕後円林歌ですが、もうこれは繰り返しません。こんなに読み方がバラバラだったんですよ。これだけの訓読みがあったんですよ。この中の、私は、この先生ですね、澤瀉先生の読み方を踏襲して、今の読み方にまとめ上げたわけです。あ、これ神宮皇后さんの歌でしたよってしちゃったわけです。でその後北上しますね。これはあの神宮皇后の御具を二分した神というのが、愛媛県八幡浜市の八幡神社さんに残された八幡大菩薩愚道記という中に龍神の娘と水神の娘が神を分けたと書いてあるんですね。だから結構四国の神社伝承もちゃんと訪ね歩いております。はい。そしてこうですね、神宮皇后は丘の海を軍神とともに北上、にぎたつに停泊し北の熊曽勝人姫との決戦に備えた。そして八番歌、にぎたつに船乗り船とつきまてば潮もかないぬ今はこぎいでな、にぎたずで軍船の船出をしようと満月を待っていると月も出て、潮も船出に適する大潮になった。さあ今こそ瀬の君の仇討ちにこぎ出そうよ。恩河湾途中浅瀬があります。1メートルくらいしかありません水深。ここを乗り越えるには大潮という一番満潮の時に出かけたということで、これも恩河湾、恩河川だったらぴったしですね。道後温泉のあの松山の沖っていうのはもういきなりこう深いですからね、待たなくていいです。待たなきゃいけないのはこっちです、恩河です。はい、にぎたずです。また出てきましたね。さあ大和たけるはこの上の剣岳にいたんですよ。はい、またここに神宮皇后重なったわけですね。そして勝と姫征伐やります。で勝と姫を捕らえて、生きたまま捕らえて、そしてその手足を立って、そしてその口元に、召し壺を垂らしたという、ものすごく残虐な処刑してますね。こんなこと言っちゃいました、古代の戦で捕虜になった敵の主張は手足を切断されやがて失血死した、これを石ころにすといい今日の殺すの語源となった、こう書いた本があるんです。はい、その場所この辺りです。だから釣り側、その日本書紀に書いてある鮎を釣ったという鮎釣り川です。実は勝戸姫を退治した場所ですというのがやっと分かったわけでありますね。でここにまた魏志倭人伝と関係して、ここにですね松らという地名がここに書いたんですね。ここですね、万に通と書いて松浦っていうのがあります。やっぱりここ松路国ですよって言い切ったわけです。長島文書豊島神社の宮司さんのお家に残ってました。今福津の図書館にあります。そしてさらに、1867年に勧請された糸島半島の糸国宮地岳神社の祭神にちゃんと勝戸姫の御事ちゃんと出てますね。はい、さあこれが通説側の図です。鮎を釣ったことになってます違います。手足切られた勝戸姫の口に雌粒の餌を垂らしたわけですね。怖い話ですね。メズラの国の記録です。でこれがね中外記ではその珍海石と長魚ということで一緒の記事になっとるんですよ。ここに筑紫の松浦方の玉島の里って出てます。でその前半にですね
海八幡宮のところの記録としてその沈海石の話も出とるわけなんですね。石を取ったと、お腹を沈めるために石を取ってという話が乗っかっております。でその、ところに出かけていきますと、これだとまた万葉集で、沈海石の歌というのがありましてね、そこの序文に古府の原、海に望める丘の上に二石あり、深江の駅屋を去ること二十ばかりというこういう解説がありましてね、で実際にここに今沈海石八幡宮があります、丘があります、それからこの、深江の駅屋と思われる、ここの塚田南石というのが住宅地に出ました。これ直線だと800メートルです。ところが当時の深江であるように、実は湾をちょっと南側を出てないんですがね、南側にこういう感じに歩きますと1200〜1300メートルあります。でこの20距離がだから 67.5×20 ですので、これぴったし魏志倭人伝の理と同じです。だから神宮皇后記との関連、万葉集との関連で、これまた魏志倭人伝の理、やっぱり修理ですよってことも証明したわけですね。さあ、中はだいたいこの辺りでございます。